Yeah.
何が起きた？ここはどこだ？立ち塞がんなら斬る。邪魔だ！失せろ。
キャスカ血祭りにあげてやろそんなところを這いずり回っているのか。クルフェース！お前が欲しいんだ。俺も それだ。思い人は一人にする。お前は自分の戦をするんだろ。時は乱世、ミッドランド王国とチューダー帝国は100年にも及ぶ長き戦いを繰り広げていた。戦を生業とする傭兵団は隆盛を極め、戦争は彼らのものとなっていた。ここにも戦に身を投じる傭兵が一人。
大将首を挙げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカが、ぶっ殺されっぞ。調子でぶった切っていくか。俺も負けてらんないな。
壁に登れ。上から侵入するのだ。命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。戦はできぬぞ。違うのだ。
敵はひるんだぞ。残らず殲滅せよ。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。門を突破できん。あの投石機壊せんのか。まだ負けたわけではない。他の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。お先に。バズーソって、あの三十人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。
よし、仕掛けるぞ。負けられるかよ。押し抜けどもが銀玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたらと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には銀貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のようなケツの青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。
まことに感服の至りこのバズーソ2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか。給料は3倍、私分に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみりゃ夢みてえな話じゃねえか。